サイレント見てる？サイレント見てます。俺も見てます。めちゃくちゃいいな。ドラマ見るなんてまわないよ。サイレント見てます。中村すげえ、はい、しゅんちゃんがドラマ見るのは確かにないね俺ね、サイレントね、はい、めっちゃちゃんと見てます。すげえ珍しいかも。サイレントハンバーガー屋さん出てくるよ。めっちゃらしいっすね。俺5話だけ見ました。なんで？なんで5話だけ？ん？5話だけ？そんな、5話にボアに響きが似てたんで、響きの感じの響きの、その韓国のね、ボアね、信じようの人。あ、違うな、それ違うな、それ違うな、なんか違った、分からんやつ知らんかった。メリクリね。あ、メリクリか。コンビニでお茶選んでるのね。ゴアだけ言いました。ゴア面白かった。ゴアどんなやつだっけ？サッカー、別れようって言ったかいです。あー、サッカーのシーンたちが最後。てかさ、俺めっちゃ好きなシーンあんねんけど、いい、多分そのゴアへとも最後の方、電話めっちゃ長くする。長かった、長かった、ありました。あの時のさ、はい、言ったら女の方だけさ、川口春奈の方だけ、はい、うん、ずーっと映した状態で電話すんの。あの間、あれって変じゃない？普通さ、電話のシーンでさ、はいはいはい、あ、スピーカーにしてあれか、洗い物しながらのやつか。そうそう、ハンバーグの時かな。普通お互いの顔をね、そうそうそう、しながら、あのシーンがね、めっちゃ好きやね。何回も見た、そこ。なんか本当に好きですね。いや、ほんまに好きやねん。ちょっとなんか、ね、あれですよね、サブタイトルですよね、確か曲。オフィシャルヒゲダンディズムの何だっけ。あ、サブタイトルか、はい、サブタイトル、コードお願い。え、そんなん出んの？そっちにもおるん、もしかしてシリあ、俺んとこにもおるけどいやいや、俺んとこにもあるよ。お願いまで言わないと調べてくれないかもしれない。どういう歌だったっけ。なんか今ちょっと待ってください。でで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 でみたいな。凍りついた心には太陽、凍りついた心には太陽。全然知らないじゃん。本当に見てる？見てますよ。うせやん。どのシーンが好き？どのシーンが好きか、うん、ナイス。シリに聞こうとしてなかった今。いや、どのシーンが好きか教えて。地味にそのやっぱあのカホさん、うん、あのバッグのさ、こうチャックを開けてさ、うんうんうん、わざとこう開けてみたいな、うん、ああいうなんか些細なシーン好きだよ。なんかあ、可愛らしいなっていう、なんかこう、うんうん、うん、薄い、うんうん、全然いい、うん、普通に良かった。凍りついた心には太陽を、うん、うん、勝山、俺歌う、うん、はい、勝山さん、はい、あ、トゥスイフォ。凍りついた心には太陽を、そし、ん、凍りついた心には太陽を、ね、あ、マジ、はい、うん、いきます。え、凍りついた心には太陽、あ、いきます。何今の手。フォ、凍りついた心には太陽、いいよ、そして僕が君にとってそのポジションを、うん、そんなだいぶ傲慢な、傲慢、漢字です、漢字、シンプルに漢字ミス、え、傲慢、傲慢です、はい、あったんかい、うん、あ、ちょっと傲慢、そんなだいぶ傲慢な思い込みをの手編に幼稚の幼が分かんないわこじらせて、こじらせて、はい、勝山さん、サイレントの歌歌えてるみたいな思ってるかもしれんけど、今普通に普通に一人で泣きましょうって言ってたで全然違ってたで。だいぶ引っ張られてるわ、ウルトラソウル。俺ウルトラソウル歌ってた、歌ってました、うん、ちゃんとその歌詞見て歌わないと、はい、ウルトラソウルになっちゃってるから。歌詞ウルトラソウルじゃないですよ、別のやつ見てる。サブタイトル、嘘、うん、ちゃんと、はい、3、はい、凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ヘイ、じゃあウルトラソウルって言ってたで、ね、今だからこっちがヘイって、そして輝くまで歌ったんだ、うん、ウルトラソウル、そう、それ聞こえてた、はい、うん、なんでウルトラソウル歌ってんのやろ。いやいやいや、そんなだいぶ傲慢な思い込みを、そして輝く、そして輝く、そして僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ、ごめんね、輝
輝くウルトラソウル。やめてって。なんで途中でさ、うん、輝くとか言うじゃん。言ってない。ウルトラソウル、うん、うん、へい言ってて。言ってない。凍りついた心には太陽。凍りついた心には。そうそうそう。なんでさ、そうしてかんかんやくなっちゃう。全然違うやん。俺は知ってない。そして、あ、違う、そしてじゃねえよ。そしてほら、ほら、な、気づいちゃったやろ、自分でも歌っちゃってんの。凍りついた心には太陽、そしてか、あ、違うって、もう待ってくれよ、ちょっと違うって。おらんって、ほんまに引っ張られるやつ。ここでそしてが出てきた。本当に、本当にそしてが出てきた。そして輝くウルトラソウじゃないですか。ウルトラソウじゃない。え、いけるじゃん、そっちでいいよ、別に、勝山。あ、ほんとに。うん、最初。凍りついた心には太陽、そして輝くウルトラソウル。そして僕が君とってのポジション。うん。そうそう、全然違う。ダメじゃない、全然。そっち行くのね。うん。凍りつく心には太陽、そして僕が君にとってそのポジションを。そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたんだよ。ごめんね。笑ってやって、いや、そのまま行こう。やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君に渡したいものはもっとひんやり熱いもの。綺麗事じゃないけど綺麗で揺るぎないもの。上辺よりも胸の奥の奥を温めるもの。理想だけはあるけど心のどこ探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないその不条理が今気づく縛りつけんだよ。臆病な僕のこの一挙手一投足を。言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに形は崩れ落ちて溶けていって消えてしまうけど、でも僕が選ぶ言葉がそこに託された思いが君の胸を震わすのを諦められない。愛してるよりも愛が届くまで。いや、もういい、いい、ちょっと、え、なんでさ、あの平井堅のポップスター歌うの。いや、わらびや、ずーっと平井堅のポップスター歌ってるやん。歌ってねえって、キラキラのポップスターって言ってたよ。言ってたよ今。音程が分かんなかったから、そのなっ聞こえたのかもね。なんか細い声でさ、ポップスターって羽を広げ。歌って広げどうしようないけども。言葉はまるでからもう一回。うん、ちょっと。言葉はまるで。言葉はなぬでずいぬでしょう。君にプレゼントしたくてもですかね。はい。言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに形は崩れ落ちて溶けていって消えてしまうけど、でも僕が選ぶ言葉がそこに託された思いが君の胸を震わすのを諦められない。愛してるより愛が飛ぶさ。もうええって。なんでさ、あの TOKIO のさBe Ambitious 歌うん。歌がちょっとずっと古いなよ。ねえ、最近の曲じゃないよ。なあ、そう、せめてさ、なんかその最近のさ、アドとかで間違えられたらわかるけど。間違えるか。ビーアンビシャス。なあ、ビーアンビシャス。いや、歌ってるって俺。タダナトゥーダーのとこ歌ってて。歌ってるって細い声歌ってるじゃん、俺。勇者であれのやつ。勇者であれ、ジャッジャッジャン、ビーアンビシャス。やめてやん。
そんな感じがあった。サイレントの曲。なんでサイレント見てビアンビエンス流れてる。ビアンビエンス歌ってみましょうじゃ、うん。それで検証しましょう。そういうことで。勇者であれのとこ、うん、歌ってない、うん、歌ってないと思ってるんですよね。うん、あんま分かんない。勇者であれ、ビアンビシャス。じゃあ、そうそう。だからこれ歌ってた。じゃあ言葉はまるでからいきましょうか。え、あ、うん、言葉はまるで雪の結晶から。うんうん、言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたくても夢中になればなるほどに形は崩れ落ちて溶けていって、 Be ambitious。 なあ、なで今もう意識したら気づいたやろ。自分今は歌ったけど、やって今意識できて気づけたんです。全部出ちゃってるからさ、普通に、うん、ビシャーザーン言ってたやん。何ってビアンビシャスも歌えてないですからね。そうそう、ビアンビシャスって意味わからない。どういう意味なの。それは東京に言ってください、ね。それはわからない。はい、ありがとうございました。しょ、今日ももう寝ます。おやすみなさい。マークください。